ジョン・ジェームズ・インガルズは、アメリカ合衆国カンザス州の政治家である。インガルズは1833年12月29日に、マサチューセッツ州ミドルトンで生まれた。1855年に、ウィリアムズ大学を卒業した。基地のある人という後の評判を予感させるものとして、その卒業論文の題は、ミイラの生活であり、学生生活を風刺したものだった。インガルズは、 法律を学び、1857年に法廷弁護士として認められた。その後カンザスス州に移転し、1860年にアチソンに落ち着いた。そこでは、反奴隷制の運動に加わり、カンザス州を自由州にするために尽力した。 1859年のワイアンドット憲法制定会議の大議員となり、カンザス州の標語である困難を克服して星を目指そうを作ったものだとされている。1861年にカンザスがアメリカ合衆国の州に昇格すると、1862年に初代の州選出アメリカ合衆国上院議員と州上院議員の秘書になった。南北戦争の時は、 カンザス民兵隊の法務官を務めた。アチソンの新聞、フリーダムズ・チャンピオンの編集員を3年か務め、一連の雑誌記事で全国的な評価を勝ち得た。1873年には、サミュエル・シー・ポメロイの後を継いで、アメリカ合衆国上院議員に選ばれ、この職を18年間務めた。インガルズは、企業の独占に対して労働者と農業者を支持した。 また、集裁通商法と国家公務員法に賛成した。1887年、インガルズは上院仮議長に選出された。その鋭い皮肉や素早い基地によって生涯称賛されたインガルズは1900年8月16日にニューメキシコ州イーストラスベガスで死んだ。1905年、カンザス州は アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションにインガルズの大理石像を、州の2つの彫像の1つとして寄贈した。この彫像は、女性飛行士アメリア・イヤハートの像で置き換えられる、計画がある。ウィキクオートには、ジョニインガルズに関する意味多くがあります。ありがとうございます。